どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グルリインボーク、イベントじゃねえわ、メンテナンスが明けまして新しいガシャ、これ追加されてるんですけども、今フェスですね、今月もフェスがやってきたということで、今回は角蛇半角蛇、ヤモリなんですけども、今回からちょっとね、画面のサイズが縦長になってるかもしれない。っていうのも、この前のメンテナンスちょっと、すげえ長かったじゃないですか。なんかバージョンがアップデートされてて、その時に対応機種が多分 iPhone X も入っちゃったって言うとあれだけど、入ったんだよね。なんで、こう見てみるとね、このイベントのテロップとか、こう、今こう流してるけど、こうあるじゃん。このイベントのテロップの上に、ちょっとスペースがね、あると思うんだ。なんか微妙なスペースが。でこれが、引き伸ばされて、このめっちゃ縦長になってると思うんだけど、ちょっと画面が細く見えるかもしれないけど、これが iPhone X のサイズなんで、iPhone X の画面すげえ縦長なんだなっていう、ホームボタンがなくなった分 iPhone X こんな画面できんなみたいな感じで見てもらえばいいと思います。というわけでガシャ、引いていきましょう。インボーケフェスですね。ステップ5まで行くとフェス限 SSR が1枚確定で、新ヤモリの確率が大アップということで、ヤモリが確定で出るわけではないということですね。はい。今回は1枠だけでいきたいと思うんですが、早速スキル、敵前衛アタック300ダメージ、ブレイク300ダメージ、スキブで500、500カネキとかって何もだったっけ、160とかだったような気がするんですけど、160は低いか、何もだったっけな、忘れちゃった。アタック、150、ブレイク130にアップ、バトル開始時ね、チームにいる青切りのアタック、あ、強いね、強い、欲しいところではあるが、ステップ5まで引けば出るのかもしれないけど、出ないかもしれないというね。いいね。はい、ということで、じゃあ10連だけ引いていきましょう。10連で出てくれたらすごい嬉しいんだが、30個か、30個消費なのか。でも20連までいったら40連までいきたいよねっていう話だ。10連だけいきましょう。これはね、石30個で10連が引けてお得ですよっていうあれだから、SSR 出なくても仕方がないですよね。はい、もう演出で分かっちゃうから、もうさっぱりといきましたけども、はい、ということで、非常に強いと思います。青木リーパーを組むには必須だと思うんですが、僕は多分フレンドさんがどうにかこうにかごとつしたヤモリを出してくれると思うので、また動画内でその力をお借りして、使っていきたいと思います。というわけでお疲れ様でした。私が実況動画でお会いしましょう。